今回は北海道のホワイトアスパラを美味しく茹でて食べる方法をご紹介したいと思います。まずは下ごしらえで皮を剥いていくんですが、ここでポイントは2つあります。1つ目は皮を厚めに剥くこと、2つ目は剥いた皮を捨てずに取っておくことです。なぜ皮を厚めに剥くのか。ホワイトアスパラを食べた時に繊維が口の中に残ってしまってはがっかりですよね。二つ目の、なぜ剥いた皮を取っておくのか。剥いた皮を入れて一緒に茹でることで、皮にはいい香り成分が残っているので、風味付けになります。それでは、皮を剥いていきたいと思います。上から5センチより下の部分を皮を剥きます。厚めにしっかりと剥きましょう。まずは剥いた皮を入れます。続いてレモン汁を少々入れます。レモン汁を入れることでホワイトアスパラの白さが一層増してきれいになります。皮を茹でて2分ほど経ったら火を中火に弱めまして、ホワイトアスパラを入れていきます。まずは根元の部分を10秒間ほどつけます。はい、全体を入れます。だいたい茹で時間は3分ぐらいですが、竹串を刺してスッと通れば OK です。完成です。決して水洗いはしないようにしてください。風味が落ちてしまうんです。オリーブオイルをかけて召し上がっても美味しいですよ。